ミカエル2世、トラウロスは、東ローマ帝国、アモリア王朝の初代皇帝。中世ギリシア語読みでは、ミハイルとなる。トラウロスは、室音者を意味するあだ名。プセロスとも言う。小アジア半島内陸部の中心都市アモリオンの出身。彼が、イタンのアティンガのス派の信者であったとする資料もあるが、真偽は不明。若い頃に、 レオーン五世やスラブ人トマスなどと共に、テマアナトリコンの長官バルダネス・トルコスに仕えていたため、レオーンとは親友の中にあった。また彼はアナトリコンの長官の娘を妻としている。レオーン五世が皇帝になると彼はこのエブ台長官に任命される。しかし次第に両者の中は険悪になり、820年12月にミカエルは逮捕された。 だが時期がちょうどクリスマスであり、ミカエルの処刑が1日延期されたため、この機会を利用して、ミカエルの支持者たちがレオーン5世を暗殺し、ミカエルが即位した。即位直後、スラブ人トマスが反乱を起こした。トマスの側には、海のテーマであるキビュラヨタイが参加するなど鎮圧に手間取るものの、ミカエル2世は、 第一次ブルガリア帝国を味方につけることで824年にこれを鎮圧した。しかし、トマスの乱によって艦隊がダメージを受けたことなどもあって地中海におけるイスラーム勢力の侵攻に迅速に対応することができなかった。827年頃にはシチリア島で起きた反乱に乗じて北アフリカのアグラ部長がシチリア島の攻略を開始する。また同じ頃くれたとも、 アレクサンドリアからやってきたイスラーム教徒の侵略を受けた。権威づけのため、イサウリア王朝の第四代皇帝コンスタンティノス六世紀の娘のエウフロシュネと再婚した。また彼は、レオーン五世が再会した、イコノクラスム政策を継承したが、過激な弾圧は行っていない。ありがとうございます。